だー、もう。162で間違いないと。別に今それどうでもいいじゃん、それ。本当に162だけど。マジで参った。なんかみんなにさ、相談があるんだけどさ、これ一回行ったらダメだよね。一回行ったらダメだよね。ダメですよね。いや、ダメだよな。いや、なんか、まあ多くは言えないんだけど、多くは言えないんだけどね。あ、匿名の方、野菜です。ちょっと延長するか、この枠。延長しました。多くは語れないんですけど、もう本当に結構拒否ってるような人がいたわけですよ。結構拒否ってるような人がいたんだけど、まあ、その人がなんか結構無理やり家に行ったりとかしたら、なんだかんだそれがきっかけに仲直りしたりとかして、したりっていうことがあったんです、過去に。まあ、俺じゃないですよ。なんかそういうこともあったんです、過去に。で、今回来たやつとか、他にも、とある人がなんか実際行くってなったら最初嫌がってるんですよ、絶対に。でもなんだかんだで来たら来たで、
なんか仲直りでもないですけど、なんかこう、ウェルカムみたいな感じになってっていう感じなんですよ。いつも見てると。見てるとね。多分、一回顔見て一回普通に笑って話せれば、また考えがもしかしたら変わるかもしれないっていう、もう最後の泣きの一回のラストチャンスみたいな発想があってですね。いや、今回は無理ですかね。パトラッシュ会。本当に。泣きの一回ですよね。あ、匿名の方。いや、サイダンス。いや、ほんとみんなには言えないんだけど、なんかそういうとこあるんです、あの子。ね、拒否られてるにもかかわらず、無理やり行って、で、そこから仲が元通りになったみたいなこともあったりとか、最初嫌がってて、ね、初対面の状態で。でもなんか行ったら行ったで、結局仲良くなったみたいなパターンもあるんで。ダメだよな。ダメだよな、行ったら。正直パソコンを返してもらうっていうのを口実に行こうかなって考えたんですよ。匿名の方、ありがとうございます。皆さん。女って一回ダメになったら無理かもね。わかる、それ。確かに女ってそういうとこあるよね。わかる。でもあの子はね、なんだかんだね、本当に拒否ってた人がいるんですけど、家一回なんか拒否られてるにもかかわらず無理やり行った時に、そこからまた仲良くなったみたいなこともあるんですよ、過去に。俺じゃないです。誰とも言わないですけど。あと初対面で、ね、初対面で嫌がってたのに、いきなり多少なんかこう無理やり行った感じ、まあ無理やりじゃないけど、多少無理やり感があって行った人とかもいるんですけど、その人もなんだかんだ最初絶対嫌がってたのに、なんか最終的に全然仲良くなったみたいなこともあるし。なんかあの子ね、だからね、わかんないけど、そういう心を持ってると思うんだよね、多分。いや、そうなんですよ。あの子ね、見てるとわかるんだけど。そう。なんか、なんだかんだ一回会えば、会って顔見て話せば、なんかね、考え方を変わるような子なんですよ、あの子は。そういうとこあるんですよ。あ、匿名の方、いらっしゃいます。そう、推しに弱い。いや、ほんとそう。そこなんだよね。そこなんだよ。だから俺どうしてもあと、冷めて一回会いたいなってところがすっごいあって。だから俺、上野とかね。